南エリア近公園は岐阜県岐阜市にある公園。面積は約1ヘクタール。岐阜市文化センターと近親者の間のスペースを埋めるように位置するため、ライブイベントやフリーマーケットなど各種イベントが行われる場合がある。地下は岐阜市への駐車場になっていて、岐阜市文化センターや近親者、柳瀬などに行く人の駐車場として利用されている。 カラクリ時計岐阜市文化センター前の広場近公園で保存されていた当時の名鉄も510系電車ながら川の水位、表示東近神社を隔てて岐阜市文化センター側の北エリアと柳瀬川の南エリアに分かれている。噴水があり、噴水の真ん中にはカラクリ時計がある。1日5回設置当時の岐阜市の姉妹、友好都市と岐阜市の迂回の人形が踊る。 市中心部繁華街にあり、買い物の際の休憩に利用する人が多い。新たに芝生広場を整備するため2021年9月から芝生化工事が始まり、2022年度に再開園する予定である。岐阜県岐阜市金町後 JR 東海岐阜駅の北約500メートルに位置する。入り口は国道157号に面した北入り口が、出口は 平和通りに面した中央出口と東南の指道につながる南出口が設けられている。利用は普通自動車のみ、指定管理者により運営されている。ありがとうございます。